今日は万葉集話161話を始めていこうと思います。この番組は万葉集のことを、あと面白い歌、素敵だと思う歌人のお話を毎週一つずつまるっと分かりやすく今の感覚でお届けしていく番組です。今日お届けするのは先週から引き続いて、奈良の大仏の建立したと言われている聖武天皇さんいるじゃないですか。あの方の奥様の、そう、このボランティア活動大夫婦の奥様の方の甥っ子ちゃんのお歌っていうのを、見ていこうと思います。甥っ子ちゃん誰って方だと思うんですけど、ちょっと待ってね、よいしょ。はい、甥っ子ちゃんね、誰かっていう話だと思うんですけど、あ、おー、陽子ちゃんと佐々木さんも見に来てくれてありがとうございます。おはようございます。今週ね、本用意してるから後でご紹介しますね。はい、で、おいっ子ちゃんっていうのはそのあれです、遣唐使に選ばれて、なんと唐に行くっていうことになったというぐらい優秀なおいっ子ちゃんなんですよ。どういう感じかっていうと、今だったらね、今に置き換えたらもう国を挙げてこの海外に留学させる、だからあと国の代表みたいな感じで海外に行ってもらう人なんですよね。で、どういうお仕事をするかっていうと、まあね、唐に行って、その唐のね、一番偉い、当時はね、ほら、楊貴妃とかがいた玄宗皇帝なんですよ。はい、玄宗皇帝にお会いして、で、まあ、日本 の代表として、ね、このなんていうのかな、ふさわしい行動をしないといけない。そうだから、もちろん語学も他者でないといけないし、だから当然中国語喋れますよね。で、外交交渉っていうのが得意じゃなきゃいけない。だからそういう、なんていうのかな、人海戦術、人格的にも優れている人じゃないといけない。で、こう交渉術もある人じゃないといけない。で、もちろんなんですけど、その、まあ、国代表なのでイケメンであることっていうのも大事なんですよ。なぜかというと、なんかこうほらね、国の代表で来たっていう人がなんかこうしょぼくれた感じだと、なんかこうね、しょぼい国なのかなって思われてしまうかもしれないというのがあったと思うんですよね。こう別に顔面至上主義ではないんですけど、私もでも当時としてはその、ね、大陸の人ってただでさえほら身長とかも高いじゃないですかね。まあ、これは何だしたっけ、ほら島国だとこう生き物が全体的に小さくなるっていうあれにならんっていうのかもしれないんですけど、なんか大陸の方の人が、まあね、そういういろんな国と戦っているとかもあるのかもしれないですけど、体格的にもいいとかあったりするから、なおのことこう日本の中ではそれにね、ほら横に並んだ時にそういうところでもこうマウント取られないようにしようとか必死なんですよ。だから高身長で、顔的にもその、ね、当時の中国の基準で言ったらイケメンっていう人が選ばれていたらしいんですよね。だからもう清川さん、この甥っ子ちゃんの名前なんですけど、清川くんと言うんですけど、清らかの清に、山水の川で清い川と書いて清川くんです。すごくない？名前がもうすごいよね。ちっちゃい川じゃないんだよ、大河ですよ。清い大河という名前を名付けられた清川くんっていうのが今回のお歌の主人公です。はい、です。あ、熊川さんもお久しぶりです。見に来てくれて、このお久しぶりじゃないか、先週もだったから、すいません、私が1週間が長すぎてこのいろいろあって、あ、ひかるさんも見に来てくれてありがとうございます。あ、ズズさん、はじめましてかな、これ何の、あ、いちごショートケーキかな、いちごショートケーキ美味しそう。はい、というわけで、はい、今日はそのイケメン、高身長、そして人格的にも優れているっていう、今だったらアイドルか俳優さんか何かしら芸能界の活動をしているんじゃないのかっていう清川くんのお話をしていこうと思います。で、前回先週ですね、お話ししてたのがこのね、甥っ子ちゃんって言ってたその光明皇后さんのお歌だったんですよ。で、これがねどういう歌かっていうと、その甥っ子ちゃんがこの唐に行ってしまうと、ね、遣唐使に選ばれたっていうのはすっごいおめでたいことなんですけど、でもこの唐っていうのが、まあ、今よりもっと遠い国だ、これダジャレじゃないです、唐だから遠いんじゃないですけど、ちょっとお茶飲まして、はい、唐だから遠い国というわけではないんですけど、ね、
当時はね、船もそんなに素敵な仕様ではなかったし、とてもとても危険な旅なんです。25% が沈みます。ということは4分の1の船は沈んで何かしら日本に帰ってこれないっていう、そういう死亡率の高い 船しかない中で、おいっ子ちゃんが行ってしまうと。で、そのね、光明皇后自身は2人子供さんを設けられたんですけど、上がお姉ちゃん、下が弟で、こっちの男の子っていうのがもう生まれてすぐぐらい、もう1歳ぐらいで亡くなってしまうんですよ。だからもうそのおいっ子ちゃんのことはきっとその自分の息子のように大切に育ててきてたと思うんですよね。そのおいっ子ちゃんが行ってしまうっていうので、まあなんかそのね、心の内を読んだ歌っていうのが私は結構激エモだったなと思って先週ご紹介させてもらいました。で、ちょっとね、言ってても分かりにくいからさ、はい、じゃーん、家系図を出します。はい、はい、これが先ほどじゃない、奈良の大仏を建てたと、建てたというか建立しようぜっていう壮大な夢を言われた聖武天皇さんです。はい、この人は私は引っ越し大王というあだ名をつけてるぐらい、お引っ越しが大好きで、いろんな都に引っ越しして大変な目に皆さんを合わせたみたいな感じの人でもあります。とりあえずなんか壮大なドリームの中で生きてらっしゃる方なんですね。で、その現実的に大仏を建てるのをいろいろしてくれたのがこの、先週、諸右衛門というあだ名ができた立花の諸右衛さんです。この人がこのね、諸武太君の夢を、あんな夢こんな夢をいろいろ叶えてくれたのがこの諸右衛門さんです。はい、でこの諸右衛門さんとお母さん違いの兄弟なのがこのね、先週お話した光明皇后さんなんですよね。家系図複雑じゃない？誰かが誰かの血縁なの。もうなんか矢印が大変なんだけど、で、まあ、この諸武太君と光明皇后は、まあ、お二人ともその、ね、人々が幸せに暮らせる国を目指して作っていこうとされた方で、まあ、諸武太君の方は、まあそのね、いろんなところに引っ越しをしていい場所で都をしようぜとか、で奈良の大仏建てて、この大仏パワーで世界というか日本を幸せにしようぜみたいなことを計画された方で、ちょっと ドリーム夢見がちなんですよね。はい、でこの光明皇后さんの方も少し現実的にこの民の暮らしを良くしようとしてくださった方で、その、ね、無償でその困っている方、例えばこう宿のない方とか孤児の方とか病気の方とかに、そういう、今で言ったら福祉施設ですね、このお薬をあげたりこう施術をしたり、ね、で、お風呂みたいなね、当時はサウナなんですけど、そういうものが入れるような施設を作ってくださった、はい、現実的貢献をしてくださったのがこちらの光明皇后さんなんですよ。はい、あ、相関図待ってました、ありがとうございます。ちょっと分かりやすくしました。でこの光明皇后さんの甥っ子さんがここ今清川さんなんです。どういう家系図かと言いますと、まあ、このフヒトさんペースで考えて、これ並び立つ並び比べるものなしっていうすげえ名前、はい、フヒトさんです。フヒトさんが、まあ、藤原の天下を作ったとも言われている人 で、まあ、この人のお母さん違いの、お兄さんの息子なんです。はい、ちょっとややこしいよね、ややこしいよね。ちょっと待って、もう一個出すわ、出すから待って。もうさ、この家系図作るだけで大変なの。はいはい、来ました、こっち藤原よ獅子の家系図ね。これ藤原の富人さんには4人息子がいて、まあ、娘はもういっぱいいたんですけど、娘はほらいろんなね人のところにほらこう嫁に出すみたいな感じで、4人も息子がいたんです。で藤原よ4人の子と書いて四子とか獅子とか言われるんですけど、まあ、この4人ともね遣唐使が持って帰ってきた天然痘で4人とも死亡するっていう、なんかなんだろう、四天王最弱みたいな感じになってるんですけど、この、長男がまずムチマロさんです。はい、1,2,3,4 って振ってますけど、長男ムチマロさんです。4人もいるからややこしいと思うけど大丈夫、なんとなくねキャラクターがあるから、ムチマロさんは文武両道みたいな感じなんですよ。武勇の武に知識の知、両方持ってるマロみたいな、はい、どっちもあるぜ、文武両道マロっていうムチマロさんが長男で、すごい期待を込めて名付けられたんだな。だって長男ですよ。で
まあ、でもこれあの万葉集には歌を何も残してらっしゃらないので、こうあんまり人格的には分からないんですよ。でもその、ね、歌を残さずに、まあ、あの残さなかったのか残らなかったのか分からないんですけど、あの歌を残さずに入れたってことは結構メンタルがね強い方なのかなって F4 って書いてある。そうですね、あの家柄もよく、きっとあのね、フヒトさんはあの美人を埋め取られてたと思うので、多分イケメンみたいな F4 ですね、あの奈良時代の F4 と呼んであげて、藤原ですしね、本当だ F4 じゃん長屋の方のたたり、ほんそれですね。あの、ま、長屋の方さんはちょっとちらっと話すと、あの、ま、フヒトさんとかのこの藤原氏によって、あの、ま、冤罪みたいな感じで、殺されちゃったあの天皇家の方なんですけど、まあちょっとその辺はまた おいおい話しますいろいろあるんだよね。でこの F4 の F1 は、その文武両道麻呂ムチ麻呂です。で F2 これ房崎が今回のこの息子の父ですね。はい、房崎さんはどういう人かというと、まああのそんなには分かんないんですけど、分かんないんですけど、でもあのね、この光さんが大好きな、大好きなというか、まあ、あの光さんの前世の夫であるところのみたいな怪しい話になってくるじゃなくて、あのタビトさんですね。あの、やかもちこと万葉集を編纂したやかもちゃんこと、もっちゃんの、お父さんのタビトさんがこの房崎さんとちょっと仲良しだったらしくって、結構長めの歌を送ってらっしゃいます房崎さんに。でどんな歌かっていうと、夢でなんかこのことをあの琴の精が出てきてみたいな、なんかそのあのちょっとファンタジーなんですけど、なんかちょっとそのファンタジーな夢を見たと。でそのね、この琴の精のそのついてるその素敵なことがあると。はい、この弾くことですね、和事ですね。それをこのそういうエピソードとともに房崎さんにプレゼントしますって言って、あのプレゼント大作戦をしていたっていうのがこの房崎さんなので、だからこの人はちょっとタビトさんと仲良し、なんか仲良しっぽんな方らしいです。でその人の息子さんです、清川さんです。で、まあ、ちょっと軽くこの馬飼と麻呂の説明をしていくと、お、ピカルさん、旅人さんとの交流はともかく、房崎は不人に最も期待されてたみたいに言われてますよね。すごいですね。あ、だからそういうのもあって、その旅人さんは房崎さんに取り入ろうとって言ったらあれですけど、あのね、この気に入られようと、その人脈パイプを作ろうとしていたということですかね。え、ムチマロ、ムチマロこの名前負けしてた、まさか。そう。なにわのみな作っちゃう。あ、そうでしたっけ。あ、そうでしたっけ。仲良しかどうかは不明です。そうですよね。そう、仲良しかどうかはちょっとわかんないんですけど、でも一応そのプレゼント作戦をするっていうような間柄ではあったっていう。だって大嫌いだったらプレゼントも送らないじゃないですか。まあ、大嫌いでも送るのは送るのか分かんないですけど、政治的に。でもその一応こう断絶してるとかではないっていう間柄ではあったって感じで、馬飼さんっていうのは、まあ、あれです、このチャンネルでは、あの雑学王として名高い、あの高橋のムシマロさんことムッシーさん、はい、ムッシーさんが使えていたのが馬飼さんです。あの富士の、歌とか、あとはつぐわ山に登る歌とか、とりあえずいろんな小ネタをあの分かりやすく教えてくださるのがムッシーさんなんですけど、そのムッシーさんと結構気があったみたいで、いろんなところに馬飼さんと一緒に、神社さんとかにも行ったりとかしてらっしゃるので、はい、結構なんかこの人は割とふっかるで、なんかね、この軽やかな感じの方なんじゃないのかなとかちょっとは思ってるんですが、だってムッシーさんと気が合うってことだからと思っています。うん、あ、なにわの宮は馬飼さんなんですね。ありがとうございます。馬飼さんが作ったの、私ちょっとその辺詳しくないから、ちょっと今度馬飼特集するね馬飼、そう、あの宇宙の宇宙が合うと書いて馬飼ですそう、すごいすごい名前で、あ、そうですよね、不人ってすごい名前ですよね。あのこっちの歴史の詩で不人っていう読み方もあるんですけど、この当て字したのやばくない、あのすごい中二が過ぎてると私は思ってるやばいと思って、一文字一音ってなんかすごい中二感あるよねというわけで、まあ、中二の父は置いといて、最後四男麻呂です。ひどくない、これさ、この長男と比べた時のこの雑さひどくないと思って、あの
なんか何もつけてもらえなかったただのマロってことで、私ただマロってあだ名をつけてるんですけど、だってさ、もう少しさ、ただあの何でもいいからなんとかマロってつけてほしいじゃん。その虫でもいいからさ、虫マロだって虫ついてんだよ。何もないマロってなんか本当だって、あの太郎、ただの太郎みたいな感じじゃん。でなんかまあ太郎もいいんだけど、せめて何か太郎であってほしいじゃん。なんか健太郎とかさ、翔太郎とかさ、あの賢い太郎であれとか、なんかあのね、あの飛ぶような太郎であれみたいな、なんかそういう一文字つくじゃん。なんかこの文武両道であれみたいな、なんもないってさ、もうなんかもう4番目で飽きてんじゃないの人っていう、ちょっとさ、この感じがひどい、ひどいんだよね。あ、そう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 、自分は不人とか言ってんのに、一生決める名前これマロって絶対こいつがつけたわけじゃん。もうほんとひどいなと思ってさ、そうそうなのよねえと思って。あ、みゆみゆさんも見に来てくれてありがとうございます。お、うまかいは確か遣唐使に行った時に漢字をカラフに改め、それじゃなかったから、そうなのね。あ、じゃあもともとはあの馬を買うとかでうまかいとかなのかなえ、そうなんだ。うまかいさんも遣唐使に行ってたんだ。ちょっとうまかい特集ちゃんとやらなきゃね。じゃあうまかいさんも絶対高身長イケメンじゃん。はい、間違いないよね。お、大天の妻と作った子なのに、あ、そうか、マロマロ、え、だ、え、ひどいよね。うまかいはでもその、あ、うん、そうだな、馬を買わされるだったら嫌だけど、馬をいっぱい飼ってるっていうことだったら、今でいうところのほら株いっぱい持ってるとかさ、土地もいっぱい持ってるみたいな、なんか不動産いっぱい持ってるみたいな、わかんないけど、あのなんだろう、あの美術品いっぱい持ってるとか、そういう感じ、なんか富豪みたいな感じでよかったのかもしれないけどね。あ、こんにちはっていうこと、ありがとうございます、ね、猫とか飼いた、そうね、当時は結構猫ってほら、ね、流行り始めの外国から来た、ちょっと珍しい、あ、そんなことない、そんなこともあるか、そう、とりあえず珍しいあの生き物みたいな感じで、ちょっとね、あのプライオリティ高いから、猫界とかだったらいいのかな、どうしよう、あの猫界だったら間違いなく猫耳つけたいよね、あのキャラ化するときね、そうね、という、あ、馬をバイングの買うの方だったらちょっと富豪っぽいよね、はいだよね、ということで、あ、そんなあの微妙にあのね、個性があるようなないようなマロで、あ、マロはでももう一個補足させて、我らが敬愛する坂の上の大友の坂の上のイラツメ姉さんのですよ、2番目の夫でよかった、とりあえず一瞬付き合ってた時期があったらしいの、マロと。結構若い頃、あれ若い頃だから、でもそんなことないか、そう、1番目は万葉集の事故物件こと、あの穂積の巫女なんですけどそう、穂積の巫女なんですけど、2番目がマロだった はずなんですよ、はい。あ、そう、セレブ、あの4人ともセレブで F4 ですね、あの藤原家の F で、はい、奈良時代の F4 の話をちょっとさせてもらってます。うん、駿河マロ、駿河マロどっから来た、駿河マロもいいけどね、はい。で、天武天皇の夫人だった伊予衛を後に不人が、しきたりを無視して、そうだ、伊予衛さんだ、目取ってできたのがマロですね。そうなんです、そうです、そうなんです、伊予衛さんね、無理やりね、っていうか、あのこのね、なんかあの兄弟間の結婚すごい多いのよね、あのだからこの矢印がさ謎になってしまって、そうだから、あのお母さん違うんだよね、マロはね、ねっていうね、あれ馬飼いも違ったっけ、ちょっとこの辺のさお母さん関係今度また復習する、はい、私も分かんなくなってる。よし、では、そう、ヒカルさんはね、あの転生組なんです、実はあの奈良時代からの転生組で、ちょっとあの当時の記憶があのござるみたいなので、ものすごくお詳しいので、何か困ったことがあったら、あのヒカルさんって呼ぶと助けてくださいます、あの本当、あの伸びたくみたいにいつも頼ってしまって、あのね、あの翔太くんのもろえもんではないんですけど、本当そんな感じです。で、はい、ここに戻ります。この2番目のお兄ちゃんの息子、清川さんのお歌を見ていきましょうね。あ、ひかるさん、一度天皇に嫁いだ女人を家臣がめとっちゃいけません。それなんですよね、それなんです、はい、すごく禁忌をいろいろ破った、はい、だって等しく比べるべからずですもん俺みたいな
俺他と違うからっていう人なので。光るもんじゃ本当だ、光るもん側がチャンネルにはいてくださってますっていうこと。あやりさんもありがとうございます、見に来てくれて。はい、では先ほどの、あと先週ですね、先週このこちらです、皇居皇后がね、この大船に真っ赤獅子抜き、この阿子を唐国へやる岩へ神たちということで、まあ大きな船に遣唐船ですね、真っ赤獅子抜きっていうのは、まあ、いっぱいこのね、あのオールですね、舵を、あの貝をつけて、まあ、たくさんの人が漕ぐような大きな船ってことです。でこの阿子ですよ、阿子、私の子供ですよ、老いなのに私の子供っていうぐらい大事にしてたこの阿子を唐国やる、遠いやる岩へ神たちということなので、こうどうかこのなんていうか、守ってください神様っていう歌を送ってました。でこの4240次です、この次に呼ばれたのが、はい、阿子と呼ばれた清川くんです、きっとイケメン、はい、きっとイケメンの、イケメン高身長の清川くんのお歌を見てまいります。はい、では4241番、これは万葉集の歌番号なので、Google 検索とかで4241スペース万葉集とかで入れるとこの歌出てきます。で読みます。春日野にいつく見頃の梅の花、栄えてありまて帰り来るまで。春日野にいつく見頃の梅の花、栄えてありまて帰り来るまで、ということでね、ちょっと順番に見ていきましょうね。よいしょ。はい、これが台紙というのがあって、ちょっと待ってね、よし、いろいろ印刷してあるのよ、偉くない、すごい偉くない、褒めて褒めてだね。はい、台紙です。これが大使藤原の阿蘇見清川の歌一首というふうに書いてて、これちょっと暗号みたいなんですけど、こう名前だけ入れてます。藤原の清川、はい、清川くんのことです。大使というのは遣唐使の大使です。一番トップだよ、すごくない、偉くない、偉いんです。で阿蘇見っていうのは、まあ、あのなんていうのか、役職みたいな感じで、ちょっとあのふわっとあの飛ばしておいてください。とりあえず藤原の清川くんがの歌一首ですっていうことです。で春日野にっていうのは、もちろんあの春日大社のあるあの辺りですよね。はい、春日野でございます。でこの前の歌、さっきの光明皇后さんの歌が、春日に神を祀る日に、はい、神様をお祭りする日に藤原の大号の作らす歌一首っていうことだったので、遣唐使がほら船をね、出発する前に神様にお祈りして、無事で行って帰ってくださいみたいな、返してくださいみたいな、そういうほら、まあ、あの家建てる時に地鎮祭したりとかさ、いろいろするじゃん、あれのああいう感じのお祭りをしたその時の読んだ歌なんです。だからそのね、今いるこの春日野にで、いつく見頃のということなので、これはね、ちょっと待って、いつく見頃、これ全部で、春日大社のことを指すそうなんですよね。で見諸っていうのは本来その出雲系の神々の祭場を意味する言葉、祭場、祭りの場ですね、を意味する言葉であった、カムナビと道義と返されることが多くって、一緒だなっていうことなので、だから出雲系の神様、春日系とはちょっと違うんですけど、あの島根の方のね、大国主の御事とか祀ってる、ああいう、出雲系の神様の祀ってる祭場のそのカムナビですね、そっちと一緒だなっていうふうに、理解されていることが多くって、万葉集の方ではこの見諸っていうのは一般的には初瀬の三輪と、飛鳥のカムナビを指すそうです。だから、まあ、この見諸っていうのはこの三つ諸って書いて、三つの尾ですね、三つの尾で見諸なので、この奈良盆地のあたりのその神様っていうことですよね。だから初瀬の方はちょっと下の方ですよね、の、三輪さん、大三輪神社が祀ってあるあの三輪さんと、で飛鳥ですよね、飛鳥は、まあ、昔に、この今この、平城京か、平城京のあるのの、2個ぐらい前かなの方に、都があった場所なので、とても大事なところです。でここはその山の形が三輪山と似る三笠山を見物の一つとして、でその
山裾の春日大社をその祭場として祭りの場として開する新しい信仰によって言うっていうことは、ね、ちょっと難しいんですけど、とりあえずその昔見もろって言ってたこの大神神社のね、あのこの大神山っていうお山があるんですよ。ちょっとねこのなだらかな感じの山なんですけど、小1時間ぐらいで登れるところなんですけどね。でその山の形とあの奈良盆地でいうともうこの下の方ですよね、もう下の方にあるのとこの上の方にあるこの三笠の山が結構形似てんぜっていう、似てるからまあ一緒の感じで、きっとなんかそういうねあの神様の感じもなんか近いって思ったのかもしれないんですけど、とりあえず一緒の感じでこの見もろっていう風に言ってます。まあ要するにこの春日大社のこのお山というかね、神様のことめっちゃ素敵な言い方したのがこの春日野にいつく見もろのっていうこの言葉です。はい、そのそんなけです。ちょっと待って、これ貼っとこ、よいしょ、貼っときます。ここら辺よ見えるかな、よし貼っときます。ちょっと遠いけど、はい。なので、まあ、素敵な春日大社ということにしときましょう。はい。で、ここに生えてる梅の花です。梅の花が咲いております。ちょうど多分、なんかちょっとこの、こんくらいの時期なんでしょうね。まだ寒いけど、このちょうど立春のあたり。だから冬から、この寒い冬から春にかけてっていう、そういう時期にお祭りされたんでしょうね。この歌が読まれたんでしょうね。あ、今日はちなみにだから、あの梅コーデでしております。あ、みちるかちゃんも見に来てくれてありがとうございます。梅なのに白と思うかもしれませんが、はい、梅、奈良時代の梅は白い梅しかありません。なのでこの当時の万葉集の歌で梅って言ったらまず白い梅を思い浮かべてください。赤はなしです。ノーレッドです。ホワイトオンリーでございます。今日はもう真っ白コーデです。で、この梅の花、白い花が咲いてます。で、栄えて有馬てということなので、栄える、はい、栄えてということなので、ね、まあ、ずっと散らずにこう咲いていてくださいよっていうふうに言ってるっていうことなんですよね。で、でいつまでかっていう、か、ま、待てって言ってるんです。いつまでか、僕が帰ってくるまで、帰り来るまでっていうことなんですよ。はい。で、なので、この遣唐使に行ったらどのぐらいで帰ってこれるかって、結構不明なんですよね。あの実は定期便が出てるっていうわけでもないんですよ。そのね、お金の問題だったりとか政治的な問題、日本の方の政治的な問題もあるし、その党の方の都合もあったりするわけなんですよ。向こうの情勢がどうなってるかとか政治的な問題とかで、あのうっかりね、うっかり幻想皇帝に気に入られすぎちゃうと、あのこっちで仕事しろよみたいな感じで帰ってこれなくなるパターンとかもあるんですよね。あの安倍の中丸さんとかもそうなんですけど、で帰ろうとしてもほら、ね、さっき4隻に1隻沈むって言ってたじゃないですか。だからあの死んじゃう場合、最悪死んじゃう場合もあるし、ね、あの知らなかったとしてもどっかで、ね、あの座礁したりとかナンパして、でまたあの結局あの リバース等みたいなね、あの党に帰還してそのまま帰ってこれないみたいな、もうすっごい多いんですよ。だからもう本当に次見れるかどうか分かんないみたいな、そういう気持ちで四大衆でもあるんですよね。だから本当にどうか帰ってきたい、行きたいは行きたいけど、でも帰ってきたいみたいな、旅行ではないんですけど、まあお仕事のためもあるし、そのね、いろんな役目もあるから行きたいのは行きたいじゃないですか。ね、憧れの土地でもあるし、でもやっぱり帰ってきたら帰ってきた、だって旅行に行きっぱなしであの死んじゃうとか嫌じゃないですか。そういう感じですよね。あ、そうなんです、白目でございます、というそんなお歌でございましたね。なんかその前のお歌から引き継ぐと、なんかすごくこの2首合わせて読むと余計グッとくるんですよね。なんかこの神様にも祈るしかないっていう、ほら受験の時とかもさ、もう 最終お守り買ってお願いするしかないみたいなとこなるじゃないですか。本当そういうことだったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。はい、というお歌でございました。あ、ねえ、あやりさん、そうなんです、切ないんですよ、清川さん。あ、そうなんです、レイヤも白梅ですよね。うん、梅は鏡前の粉を開き、粉を開き、続くのかな、ちょっと待っておこう。はい、
よし。で、この第12次遣唐使に加えられたんですけど、この清川くんは。で、この時に一緒に行ってたのが、お、リナさんも見に来てくれてありがとうございます。この時に行ってたのが、福祉の方ですね。遣唐使の、まあ、大使がいて福祉がいます。だから市長と副市長みたいな感じでね、サポートする人は絶対いるんですよ。2人いて、1人がなんと超有名な吉備の真吉備さんです。はい、この人も超優秀な方で、その人を福祉にできるぐらいの清川さんすごいなって思うんですけど、でもう一人が先週も話した我らが大友家の大友の小麿さんです。大友家の中一のやんちゃくんかもしれないこの小麿さん、古い麿と書いて小麿さんなんですけど、この二人が、福祉として一緒に行きましてね。お、風景が浮かびます、ありがとうございます。で、でこの時元祖皇帝に会うらしいんです。はい、お話したんですけど、で、この清川さんがこの元祖さんからね、君子人となりみたい、君子人なりか、なんかとりあえずすっごい素敵な人だねってめっちゃ褒められたらしいんです、清川さん。すごくない？で褒められて、で、その年か次の年かちょっと分かんないんですけど、とりあえずその朝賀って言って、朝のこの賀正の賀なんですけど、まあこの元祖皇帝の前でこのね、唐にこう属するというか、従うというか、まあ唐のこと素敵だなって思ってるいろんな諸外国が、まあ元祖皇帝様みたいな感じでこの集まるみたいな会があったらしいんですよ。でその時のです、席順ね、やっぱり元祖皇帝に近い方から、ね、仲いいというか、もう偉い国というか、そういうのが なるでしょ。なんかわかるじゃないですか、このヒアルキーが席順でなるって。これで一番が新羅だったらしいんですよ、一番近いと。第一席っていうのが、で日本が第二席、どっか何かの国と一緒に第二席だったらしいんですけど、これが気に入らないと気に食わねえって言い出したのが、まあ、清川さんじゃないです、そんなこと言う子じゃないです、小麿です。小麿がなんで日本が2位なんだよみたいな、 2位っていうか 2番目なの、なんで新羅が1番なのって、ありえなくない、日本が1番じゃねって、なんかイチャモンつけ出してすごくないと思って、もうなんかひえーと思って、なんかそれで無理やり席順入れ替えさせたそうなんですよ、新羅と。困ろうって感じでしょ。もうなんか本当ヒヤヒヤしちゃうっていうか、国際問題にならなくてよかったよねって思うんですけど、まあ、でもなんかこのぐらいの強気な態度取れる人って超かっこいいなとは思うんですよね。あ、困ろう、そんな子なんですよ実は。あ、そうですそうです、帰国するまでが遣唐使って本当本それなんです。あ、星さんも見に来てくれてありがとうございます。あ、のぶかさんも見に来てくれてありがとうございます。ランは背後の香りを香らすって素敵ですねそれ、うん、というわけで、そうで小麿さんはそういうことをしたような方で、まあ、福祉がそんなんだとちょっとね大使大変ですよね、まあ、もしかしたら清川くんが腹黒だった説をともしあるんだとしたら、ちょっとそういうね小麿くんがイエイエイみたいな感じなのをいいことに、ちょ行っちゃえよ行っちゃえよとか言って言わせたっていう可能性もなきにしはあらずですよね。どっちを取るかはあなた次第みたいなとこがあるんですけど、私的には裏から言ってる清川くんの方が好みは好みなんですけど、でももしそういうんじゃないんだったらすごいヒヤヒヤしてただろうなと思いますね。どっちなんでしょうねどっちにしても面白いですよね。そうなんです、そうなんですよ。でそのでこのこれだけじゃないんです、小麿くんこれだけじゃない大変だな清川さん。で、あとこの時に鑑真和尚が日本に来たいと言ったそうなんですよね。でもう元宗さん的にはちょっと鑑真すげえいい僧侶だから、ちょっと外国に行っちゃうとかなしなし、もうなし寄りのなしなんでみたいな感じで行っちゃあかんよみたいな感じだったんですよね。でももうここまで来たらみんな思いつくと思うんですけど、小麿が乗せちゃえっつって
自分の船に乗せて、日本に連れて帰ってくるっていう 一連のコマドっていうのが、そうなんですよ。で、そのね、清川さんはだからあの大使なので第一線一番いい船に乗って、でこの時にあの、例の安倍の中丸さんとかもあの帰りたい安倍の中丸さんですね、優秀な、はい、もう乗ってたらしいんですけど、でこの一線には乗せれないから、そのこっそり乗せるんだったら二線がいいなっていうことで、小丸さんのところにあの見て見ぬふりしたんじゃないのかって言われてます、はい、だから結構実は花黒の方なんじゃないのかなって私は思いたいんですけど、だってね、あの本当にダメだったらなんかね、うん、言うと思うんですよね。だからあの俺は知らんけどみたいな、一番嫌なタイプじゃない、ちょっとあのすごい政治力あるよね。あの自分では手を下さないけど、その手を下してくれそうな人に任せちゃう、あのすごい頭いい人だから、多分そっちじゃないかなって。あね、そっちですよね。腹黒は F って、藤原の F は腹黒の F じゃない、 F どこにも関わってないけどっていうことなので、ちょっとそういうあのもしかしたら結構策略家だったんじゃないのかなとは思うんですよね。だってね、あのおじいちゃんあんなですし、あの家計的にすごいそういうのはちっちゃい頃から、ね、あの英才教育を受けてたんじゃないのかなと思うと、そういうだとか小丸を連れてったのもわざとかもしれないですね。あいつならあのいろいろそういうあのなんていうのかな、こう特攻部隊みたいな感じで、ガンガンやってくれるぜみたいなの見込まれて、小丸は副使としてあのいたのかもしれないですね。で、うん、お、小丸は超絶イケメンタノシの子か、うんうん、坂の上のイラツメノとスクナーマロの子かとされる、タビトさんの老いです、うんうん、だそうです。こっちも老いです。そっちも小丸さんもまたやるね。あの 歌残ってないんだけど、ちょっとどっかで補足するね。コマロ気に、多分一番コマロ気になってると思う、みんな。コマロがむしろ気になるっていう。ねえ、帰ってこれたかご心配な方もいらっしゃると思います。先週ちょっとお話ししたんですけど、結局、鑑真さんは日本に来たの知ってるじゃないですか。で、安倍の中村さんは帰ってこれなかったの皆さん知ってるじゃないですか。つまりそういうことです。あの船が座礁してしまいまして、なんとあの第一線だけ、日本に帰ってこれなかったんですよ。これすごくない？あの鑑真和尚と一緒に乗ってたら帰ってこれたのにとか思っちゃうと、なんか仏パワーすごくないとか思っちゃいますよね。あと安倍の仲間を返したくない幻想の呪いかなとか思っちゃうぐらい、なんかちょっとあのね、日本じゃないところに船が漂着しちゃって、で結局島に帰って、そのまま清川さんはお亡くなりになってしまいます。でその間遣唐使来なかったのかっていう話があるんですけど、なんかあの中国の方でちょっと乱が起こったりとかもしたりとか、あと、うん、そういうのもあって遣唐使2回中止してるんですよ。でもうなんかその間もずっとこの清川さんはこの県白木市とか県渤海市とか、ね、あの近隣の国が日本に行くよっていう時に、ね、その僕は帰りたいんですっていう手紙を何回も送ってるんです。でもなんか玄宗さんもちょっと今こうやって、ね、国が乱れてるから危ないから行けないとか言ったりとかもしてて、でやっと帰国させようみたいな感じで遣唐使来た時にはもうすでにちょっと島でお亡くなりになってて、わーっていう、帰れなかったんです。結局帰れなかったんですよっていうことで、なのでね、なので、幸せだったかどうかっていうところも気になってると思うんですけど、この唐で一応夫人、本当にご夫人の夫人なんですけど、まあ、夫人と結婚して、で娘さんが一人生まれました。で喜ぶに娘と書いて喜嬢さんという方なんですけど、その子が生まれて、でその子はあの次のっていうか、そのね、清川さんを迎えに来た遣唐使に乗って日本に帰ってきたんです。その後の装飾、その消息は不明なんですけど、一応その帰ってきたは帰ってこれたっていうこと、あの娘さんはねっていう。でもあのこの時の遣唐使の大使かが確かコマロの息子なんですよね。確かコマロの息子じゃなかった、ちょっと待って、
うん、継ぐ人、大友の継ぐ人さんっていう方で、継ぐ、あの、継続の継ですね、継ぐ人ということで、小原を継いだみたいな感じで、なんか、役目を継いでくれてるみたいな、そういう継続の方でございました。はい。あ、それを考えたら腹黒じゃないかしらって。ねえ、ねえ、そうなんです。というわけで、大和の梅の、はい、読んだ、太田でございました。中国には多分いっぱいね、中国の方からほら梅が輸入されてきたんで白い梅が咲いてたと思うんですけど、きっとなんかその梅を見るたびに清川さんは、ね、この日読んだ歌を思い出して、きっと春日野に咲いてるあの梅は今年も咲いてるんだろうな、あの梅をいつ見れるのかなって、きっとなんか塔で春が来るたびに思ったんじゃないのかなとは思うお歌でございました。というわけでいかがだったでしょうか。はい、清川さんはね、ほんとちょっとなんか切ない、もうマックスな感じなんですけど、ちょっと待って、はい、で、2月になったので、こちらカレンダーです。はい、カレンダーさんなので、カレンダーさんなのでじゃないや、ちょっと今布団じゃった。2月のこの歌をちょっと来週は1回ご紹介したいなと思います。こんな感じでね、梅の精みたいに書いてみたんですけど、そう、この歌、今日ご紹介したこの歌、まだちょっと続きがあるので、一回この2月のお歌のご紹介をした後にまたちょっと戻ろうかなと思います。これはね、大友の三織さんという方が読んでて、あと、まあ、大友家のゆかりの方なので、ちょっとそれも楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。お、清川さんのエピソードより小丸のインパクトの方が来た。そうなのよ。この第二次知見投資を話そうとするともう全部小丸に持ってかれちゃうのね。ほんと小丸面白すぎて、私、なんでなんていうのかな、小丸の、なんか、なんで、大友家って結構、もっちゃんのイメージでメンタル弱めなのかなとか思いがちだったんだけど、でもよくよく考えたら武門の家柄なのね。大いなる友と書いて、だから天皇家が天界というか、あっちの国から日本に降り立つときに、そのね、この天皇家に仕えていた、この言ったら自衛隊みたいな感じっていうか、兵士なのよね、天皇さんのっていう家柄だから、そもそもこういうさ、脳筋タイプの、とりあえず殴りゃいいだろうみたいな、なんかそういうのが、もしかしたらこう大友家の血なのかもしれないと思うと、よくこんなところにもっちゃんみたいなさ、絹ごし豆腐のメンタルが生まれたなってすっごい思うんですよね。春日野で梅を見たら清川さんを思うって、ほんと思います。だから多分、これからね、この歌を心の中に、あると、そのね、春日大社にお参りした時に、このぐらいの季節だったら白い梅を見かけたら、この清川さんの歌と、清川さんのエピソードと、あと小丸のことをきっと思い出してしまうんだろうなと思います。なんかそういうのが増えていくのもいいですよね。あ、ボリュはまあまあ元気者多いですよねって、ほんとそれですね。そう、小丸はね、もっちゃんのいとこなんですよ。もっちゃんね、ちょっともしかしたら苦手か、なんかあんな風になんで生きれねえのかなとかちょっと思っちゃうかもしれないですよね。そう、あ、そうですね、本家育ちは王子様だからって、確かに大事大事に育てられすぎて、ちょっとなんかそういう感じに、メンタル、やっぱさ、この多少はこう、なんか箱入りにしすぎない方がこう、たくましく育つのかもしれないですよね。多分ね、ちっちゃい頃一緒に遊んだらあかんタイプですね。確実に怪我だらけになっちゃう感じかなと思います。というわけで、あ、そう、カレンダーは、オンラインショップ小鳥社でも販売しておりますので、一月経っちゃったんで、ちょっと今 10% オフ中です。もしまだゲットしてないよ、気になるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひこの機会に見てみてもらえたら嬉しいなと思います。そしてちょっと待って、お茶飲まして冷めてきちゃうよね。はい、こちら万葉集のことが好きすぎて、出しました、読みたい万葉集、全編カラーで、私たちの通り分が少なくなってもいいので、どうか全部カラーにしてくれと言ってカラーにしてもらった、こんな万葉新聞とか、
小ネタもいっぱいの、書籍でございます。対談形式なので万葉初心者のトリコちゃんが万葉プロの鹿先生に話を聞きに行って自分の大好きな歌に出会うみたいな、なんかそれをこうどこからでも読めるようにしているので、よかったらいろんなねこのベーシックな基礎知識みたいなのも入っているので、よかったら読んでみてもらえたらと思います。これ出版してからもうすぐ10年経つんだぜ。やば、なんかもうちょっと時間経つの早すぎてびっくりします。はい。で、あ、先ほど見に来てくださってた他の人の書籍も紹介するっていう、はい、佐々木さんのご本こちら新刊出ております。どこの回しもないよみたいな、大使の少年、こちら本当に私じゃ絶対この役できないやっていう、なんかこの感覚の役がすっごいなって読むたびに本当思うんですよね。そんな柔軟ですよね。なんかどんな風に思って訳してはるのとかとか、ちょっと今度ゆっくりお話聞きたいです。はい、いつか対談しましょう。めっちゃ面白いんで、またよかったらこれじゃない方の愛されるより違う、愛するより愛されたい。いつもどっちか分かんない。でも面白いね。サーモンもすぐ出るんですよね。楽しみにしております。というわけで、あ、なんか落ちた。すぐ動くと柔軟すぎて、いや柔軟すぎるの、なんかそのどういう角度で出すかって、本当こういう古典をねどういう角度で伝えていくかってすごい難しいなって思うんですけど、なんかそれぞれのフィルターで通して出せるのが一番いいのかなと思って、だから私はもう私の角度で、いやだからこういう角度で出せたらいいなってすっごい思うんですけど、やっぱりそれは佐々木さんの持ってらっしゃるこのフィルターだからこそ出せるものだと思うので、私は私の角度でなんかこうお宅に刺さる感じで届けていこうと思います。あ、3巻はあれですね、全部抱きしめで、あ、そう、ギャル語の研究甚だしい。そうなんですよ、この対応力すごくないと思って、心にギャルを飼っておられるというか育てておられる。そう、私ギャル味がないんだよな、なんかね憧れちゃいます。すごいなんかなんだろう、この なんだろう、とりあえずオタク的にはこのオタクに優しいギャルと仲良くしてほしい、なんかこの幻想があるので、ぜひぜひみたいな感じでございます。というわけで、あと何だったっけな、あ、そう、今2月でしょ、来月の3月の24、25だと思う、ちょっとカレンダーで確認してほしいんだけど、そのね何日か20何日かの土日は奈良の、平城宮跡のイベントがある予定でございます。私も参加する予定でございます。平城宮跡の、平城と書いて奈良というんですけど、豊穂というイベントがあるので、ぜひ奈良好きの方も、奈良が好きじゃない方はこれ見るのかな、とりあえずこういう天平時代のなんかそういう模様とか、なんかそういうグッズを販売してたりとか、あとはこう奈良時代のねこの古代スイーツが食べれたりとかもするのもあるので、あとねそういうコスプレしてる人とかもたまにいらっしゃってたりとかして、すごい本当に楽しいイベントなので私も参加します。もしよかったら私に会いたいよという既得な人がいたらみたいな、はい、ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいと思います。似顔絵を描くその人のから見える色と、あと星読みの言葉を伝える似顔絵イベントもしているので、そちらは予約してもらえたら確実に書けるので、またお知らせしますね。あ、23、20、ありがとうございます。あやゆるさん、この間もね教えてくださってね、ラナさん見に来てくれてありがとうございます。あ、行きます、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしております。23、24だそうです。はい、土日ですの2日間開催されるので、ぜひぜひまたお知らせしますね、という感じでございます。あと何やっけ、なんかあるかな。とりあえず今めっちゃ仕事してます。なんか仕事頑張ってしてるのが、そのうち出版出たりとかするので見てください。まだ言えないんですけどね、言えないんですけど、はい、お、今回は行かない予定なので、他のイベントなので会えるの楽しみにしてます。もちろんでございます。遠くから前回は来ていただき
めっちゃ楽しかったです。お、空いてるかな。空いてたらぜひぜひ、はい、あ、やかぼちももね、はい、あのちょこちょこちょっとずつですが、あの今ちょっとあの編集さんのところで止まってますとか言っていいのかな、ね、いろいろ、この年になるといろんなほらご体調不良とかもあったりでいろいろ止まったりとかはあります。まあね、その間にもう一回見直したりとか、いろいろね、皆さんとこうやって得たなんかいろんな情報をこうフィードバックしていけたらいいなと思ってるので、やかもちももどうか気長にお待ちください。アクスタ作りたい、もっちゃんのみんなにつけてほしいですね。はい、じゃあそろそろ皆さんもお昼ご飯になると思うので、この辺で今週は終わろうかな。来週はだから、はい、こちらの2月の、梅の歌を今週引き続きじゃないや、白梅だけど全然違う感じの梅のお花を1回入れて、その後はまたこの歌の続きをしようと思います。で、毎週土曜日のこの11時からインスタライブでは万葉集のこのお話を万葉集話と題してしております。で、このアーカイブはこの後のインスタのリール動画でも見れるんですけど、YouTube の方にこのまま、アーカイブをアップしているので、多分今夜の9時ぐらいには見れるようになるとは思うので、そちらもぜひ YouTube の方が、あとほら倍速したりとかもできるので、ぜひチャンネル登録しておいてもらえると嬉しいなと思います。もちろん過去の動画も見れるようになっているので、チャンネル登録お願いしますみたいな、これ言うの面白いよね、ちょっと自分でも笑っちゃうっていう。で、あとはスタンド FM っていうラジオみたいな音声配信のものも、去年ぐらいから始めていて、毎週の水曜日の夜8時半から20分ぐらいなんですけど、好き語りラジオというのをしていて、この暮らしの中で私がいいなと思ったものとかをこう紹介して、皆様もこの好きを取り入れてみませんかとか、とりあえずね、私推し活がするのがすごい何時間、皆さん分かってると思うんですけど、推し活をしたいんです。いろんなもので推したいので、それを推してます。で、ラジオなのでコーナーにしようと思って、今週の、推し漫画のコーナーもあるので、多分あまり知らないような漫画をおすすめするのが結構好きなので、よかったらそちらも聞きに来てもらえたら嬉しいです。で、日曜日の夜、8時45分かな、そこから15分も同じスタンド FM で配信してて、それは今週の推しトークというタイトルで、まあ主に源氏も大河ドラマですね、その直前まで放送してた大河ドラマの感想を話しつつ、その週に更新されたこの作品良かったよねみたいな話を、ほら放課後の武士館、あれいいじゃないですか、なんか昨日のあれ見たとかさ、あの感じでやりたいなと思ってそっちでも話してるので、ちょっと今年の大河ドラマ、ちょっと去年に引き続き大河ドラマにハマってるんですけど、今年は源氏物語を書いた紫式部が主人公で、であれなんですよ、なぜか藤原道長と恋仲っていう、このすごい少女漫画設定で始まってて、で、まあ少女漫画が好きな人にも刺さるし、で、ほら、もう藤原って言ったら、このほら並び比べることなしの不比とから続くこの政治ドロドロですよ、そっちのなんか政治的ないろんなドロドロのもありつつの少女漫画展開もありつつの、あとこの平安時代の衣装を再現してるのも本当に素晴らしくって、もう動く絵巻物とか動くお雛様みたいなのを見れるっていう、この三段重ねが結構面白いなと思って拝見しております。で、ほら百人一首とかでも有名な歌人さんとかが結構いっぱい出てくるのも結構楽しいところ、であと和歌がやっぱりすごく出てくるんですよね。だからその仮名書を結構その手書きでしているシーンとかもとっても美しいですし、何しかねビジュアルが結構眼福なことがあるので、よかったら皆様も見てみてもらえたら嬉しいと思います。お、みゆみゆさん、今日も平城の実家に遊びに行けて楽しかった、ありがとうございます。もう一緒に旅をしてもらえて、トラベルしてもらえてとっても嬉しいです、ございます。アテンドします。あ、 YouTube も見てもらってる、嬉しい。なんか再生回数とか見てちょっと喜んでる嬉しいなって。
なんかこうこうやったら見やすいよとか、もし何かあったらぜひぜひ取り入れるので教えてもらえたら嬉しいなと思います。推し活素敵って、ありがとう。推しを推すことが私の生きがいです。私より推しを好きになってほしいみたいなどういうことやねんっていうね。あ、こちらこそありがとうございました。また来週も皆様とこの時間で楽しく、おしゃべりできたら嬉しいと思います。あとノートっていう書籍じゃないブログみたいなものもあるんですけど、それでも暮らしで思ったこととかを発信してたりとかして、でギャラリーリールさんっていう、絵本のお店があるんですけど、そちらで企画されたコラムっていうのも今毎月1回更新してて、季節を、季節と暮らす季節を描くっていうことで、まあこのね、季節の中で出会うお花とかを、描いたりとかして、でその時の、気持ちというか、どういうことを思ったのかみたいなのを、何か皆様の心にちょっと彩りを加えれたらなっていう感じで記事を書いているので、それももしよかったら読んでみてもらえたら嬉しいでございます。というわけでご飯だよね、私もお腹空いてきた。みんなも美味しいもの食べて今日も元気に過ごしてください。ではではまた来週、ありがとうございました。よっしゃ。